セカンド。ノアの選手、またノアのリングに上がっている選手、すべてにこの選手にチャンスを与えていっていただいと。箱舟に新たな光をもたらす若き王者、中島。そのベルトを奪うべく剛腕がうなりを上げた。朝日をやって天皇を待ち続けたのはこの俺、中島勝彦だ。そしてこれからも待ち続けるのはこの俺、中島勝彦だ。時代の光はどちらに輝くのか。ノア新時代を象徴する王座戴冠劇、マサ北宮と剣王、新 GHC タッグ王者が箱舟を新たな戦いへと導いていく。ノアジュニア新時代、その扉を開いた大原はじめ、最高の相手を撃破し GHC を初めて腰に巻いたその時、新たな挑戦者が名乗りを上げた。誰にでもチャンスを与えると、そういう今のノアの高校生にとっても熊の挑戦っていうのはありではないかと思ってますし、ノア生まれ、ノア育ち、ノアの生え抜きの意地を俺に見せてみた。箱舟に乗り込んできた新たな勢力が猛威を振るう。空位となった GHC ジュニアタッグを巡り構想勃発。関西代表みたいな感じで、まあペロンと GHC 狙いにゆっくり行こうや。ノア・ザ・リボーン・ザ・セカンド開戦。プロレスリングノア、ザ・セカンドナビゲーション2017第3戦、後楽園ホール。後楽園大会オープニングマッチ、忠介、良平、早田 VS 藤原ライオン、ヒロキ、石森海二。第2試合、斉藤明俊 VS モハメド・エヨネ。第3試合、10名参加バトルロイヤル。第4試合、原田大輔 VS 小峠敦。第5試合、大原はじめ VS 剣王。セミファイナル、清宮海斗、杉浦隆史 VS 熊野仁志、丸藤直道。メインイベント、 GHC ヘビー級選手権試合前哨戦、内幕下谷口、塩崎豪 VS 正木谷宮、中島勝彦。ヒロキと俺はぶっ壊せると思うぜ。石森太一とヒロキがタッグを結成し、空位となった GHC ジュニアタッグ取りへ動き出した。そこへ待ったをかけたのがノアに乗り込んできた新興勢力、早田と陽平。 1.18 小山大会で石森ヒロキ組を撃破し、一躍ベルト争奪戦線へ浮上した。王座決定戦は2.18 博多。このチャンスをものにするのはどっちだ。対戦相手であるヒロキな、ワン・ツー・スリー、陽平ちゃんがちょっと取っちゃったから、うん、これ勢いに乗ってまたペローン言ってな。オッケー、オッケー、ペローン言って18日の博多、博多ね、ペローンってゆっくりじゃなしに、ゆっくりガッツリとベルトやって取り行こうや。オッケー、オッケー、なんか言っとくか。大丈夫大丈夫や、そういうこっちゃ。
後楽園大会オープニングマッチ、忠助、良平、早田 VS 藤原ライオン、弘樹、石森泰治。サムライの輪中継 2.14 後楽園ホール大会をお届けします。今日の解説はスポーツジャーナリスト佐久間一彦さん、実況担当塩野純次でお伝えします。佐久間さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、ノア・ザ・リボーンというスローガンのもと生まれ変わった新生ノアですが、佐久間さんはここまでどういうふうに見てますか？そうですね、1月のシリーズは本当にヘビーもジュニアもね、こう熱い試合が続いて、みんながこうね、これからノアを盛り上げていくぞっていうのもね、非常に感じましたよね。そうですね。現在のところヘビー級のチャンピオンが中島、タッグが剣王北宮、ジュニアのシングルが大原ということで、チャンピオンの顔ぶれも非常に若返りましたよね。そうですね、まあ、本当に大原も初体感ですしね、剣王北宮もヘビーレベルと初体感ということでね、こう新しい風が吹いてるなというふうに感じますよね。そうですね。そんな中、今日の後楽園大会メインでは 3.12 横浜分隊の GHC 戦、中島対塩崎の前哨戦が組まれております。さて、リング上には6人の選手が上がりました。こちらはノアサイドであります藤原ライオン、弘樹、そして石森泰治の3人です。第1試合は 2.18 博多で行われます GHC ジュニアタッグ王座決定戦、不意となっている王座を石森弘樹組と早田洋平組が争います。佐久間さん、今日はその前哨戦という形になりますね。はい、そうですね、やっぱりね、こうジュニアタッグのベルト、本当に新しいチャンピオンを、ね、決める戦い、新しいノアジュニアのこう中心になっていくコンビがね、どちらかというところがかかってますから ね、 そうですね。やっぱり石森としてはノアの所属選手としてきっちり結果を出したいところですよね。陽平と石森の速い攻防になっています。ロープを送っていった、おっと飛びついていった、ハリケーン、おっとスクッと起き上がっていきました。ドロップキックが交錯する。まあ、この早田、洋平、忠相の3人は、まあ、新生ノアになってこの緑のマットにやってきた3人なんですが、非常にこのいい戦いをしますよね。そうですね、やっぱそれぞれ、ね、こうキャラクターも強烈なものがありますし、はい、存在感で、ね、決して、ね、ノアの選手に負けない戦いぶりを見せてますよね。はい、その3人の中でジュニアタッグ王座に挑むのは今リング内に入りました早田と洋平になります。まあ、これまでの実績で言いますと石森弘樹組有利かと思いきや、まあ、早田洋平組がここまでかなり押してるんですね。そうですね、まあ、非常に、ね、2人連携もいいですし、やっぱとにかくスピードがあるのがいいですよね。ここも速い攻防になっています。早田と弘樹です。弘樹は上になっていきますが、切り返し合いになっています。アームロック腕を捉えましたが、すかさずヘッドシザースです。スクッと起き上がりました。お互いに非常に動きがいいですよね。ジュニアタッグ王座決定戦の前哨戦です。1000シリーズの栃木大会で早田洋平組は石森弘樹組を破りました。さらに 1.21 大阪では早田がシングルで石森を撃破、そして一昨日の前橋大会では洋平がタッグで弘樹を破っています。非常に今勢いづいているこの早田と洋平です。まあね、やっぱり石森と弘樹の方もこう前哨戦で、ね、星が悪いということもありますから、もうかなり、ね、こう気を引き締めてはいると思うんですよね。そうですね。なのでちょっとこれまでのようには、まあ、早田と洋平に関しても簡単にはいかないぞというところもあると思いますよね。はい、こちらが洋平であります。洋平と早田は広島のダブルプロレスなどで戦っています。おっと、これはうまい連携を見せました弘樹と石森。石森がリングに戻ってきて2プラトンの攻撃、合体していく、ドロップとホールド、ドロップキック、レッグドロップです。そしてキャメルクラッチの体勢、低空のドロップキック。まあ、石森と弘樹もやっぱり、ね、1月シリーズで合体してからコンビでの戦いを重ねているので、連携もやっぱすごく良くなってきてますよね。そうですね。さあ、そしてリング内には藤原ライオンが入りました。プレマスター、藤原は WNC 出身のフリー選手、あの藤原義明の承諾を得てこのリングネームが出来上がりました。オーストラリア出身、30歳、キャリア4年です。まあ、こういった藤原のような選手も本当にこのノアで
一旗上げてやろうというねそういう気持ちあるでしょうね。そうですね、やっぱりこうね今もう群雄割拠のような状態になってますから、どこで誰に光が当たるかは分からないですから ね、そういった部分でねこういう、まあ、第一試合で前哨戦の枠ではないですけど、いかにねこういうところで、まあ、この藤原ライオンであったり忠助あたりがねこう存在感を発揮してくるかというのがねやっぱり見どころですよね。まさに今ジュニアは群雄割拠、誰が出てきてもおかしくないそんな状況になっております。赤コーナー弘樹が中を伺います。傭兵にモンゴリアンチョップを浴びせていきます。対角線に送っていく、しかし傭兵が飛び越える、トンボを切ります。素早い身のこなし、ジャンピングトラスキック。傭兵はアメリカマットや日本のスマッシュなどで戦っていたことがあります、まあ、見た目はチャラいんですがなかなかいい選手ですよね。そうですね、やっぱ基本的な動きっていうのもね、まあ、船木選手に、ね、教わったりなんかもしていますから、はい、やっぱきちっとしたこともできつつ派手なこともできつつ、まあ、相手をね人を食ったようなこともするというタイプですよ ね。おっとアイコのクラズムからヨーロピアンクラッチ、まあ、ヒルキもねやっぱ海援隊出身で、まあ、高道の句の教えを受けて、はい、かなりねこう細かいレスリングっていうのもできますからね。そうですね。おっとバズソーキック、抑え込んでいきました。すかさずもう一発追撃していきますヒルキ。傭兵を担ぎましたが、サドがドロキック、カウンターのドロップキックです。今のもフォームが綺麗でしたね。そうですね、もう回転式ですからね。両軍それぞれスイッチ、藤原と忠助です。忠助は大阪プロレス出身、2016年には大阪プロレス王者にもなっております。まあ、この忠助もですね先輩の小峠や原田のように、まあ、ノアに食い込んでいこうというこの青写真あるでしょうね。そうですよね、やっぱりね大阪時代ではかなり戦ってましたし、忠助、はい、大阪の中ではねこうパワーをね売りとしてたところもありますから、はい、このジュニア戦線でねそういう良さが出てくるとまた面白い選手になってきますよね。忠助、はパワーがあります。しかし藤原の強烈なキック、マンハッタンドロップ、この世界にボギーが散らばる、ラリアットをとうまく切り返した、脇がためにいった。6人が入り乱れております。赤コーナーサイドが捉えている。このまま忠助を仕留めるか、早田がカットします。おっと残り時間2分のコールがありました。この試合は15分1本勝負で行われております。あっという間に13分が過ぎている。おっとスパインバスター、こういうところですよね、今みたいな、ね、こう力を生かした攻撃っていうのをどんどん出していきたいですね、はい、残り時間があまりありません。早田が速攻、セカンドロープからふわりと中を待っていったムーンサルト、石森返します。石森が背後を伺いますが、ロープを送っていったのは早田。おっとハンドスプリングレグラリアット、傭兵が入ってくる、カサドラの体勢からブロック、弘樹も入ってくる、タダスケラリアット、目まぐるしい攻防になっている藤原ジャーマン。早田が起き上がって、おっとラウンダースキック、狙いすました一撃、6人が倒れ込んでいます。いやもうノンストップですよね、もうここまで来たら、石森がうまく丸め込んでいった。そしておっと反転してまた丸め込む、このまま抑え込むか、さあまだ回転します、早い早い、さあどうだ、傭兵カット、さあこれでチャンスですね、はい、石森も新しいテクニックを披露してまいります。そして叩きつけておいて間に合うか、450、あっと撃墜された。おっとその間に一瞬の隙を突いた、丸め込んだ早田、しかしゴングが鳴った、これは時間切れですね。そうですね、
いやでも最後の攻防もね、あの、はい、ホーヒスティが決まってれば石森というところで返して逆にスリーカウントかというところまでね、早田追い込みましたからね、はい、ちょっとこれは本当にどちらに転んでもおかしくない戦いでしたね。2.18 博多の GHC ジュニアタッグ王座決定戦楽しみになってまいりました。非常に見応えがある試合でしたね。そうですね、まあ、今度はねもう2対2の戦いになりますからね、はい、GHC ジュニアタッグ前哨戦は両軍痛み分け、時間切れ引き分けに終わっています。最後の最後、石森のあのくるくるガッシーに掴んで早田、あれいつものもう第3試合10名参加バトルロイヤル。第3試合は10名参加のバトルロイヤルです。第2試合までの出場選手に小川義成と宮脇純太を加えた10人で争われます。さあオレンジのショートタイツ宮脇純太、ノアの練習生、去年12月に地元の香川でプレデビュー戦を行いました。まあ、この宮脇正式デビューも間近でしょうから頑張ってほしいですね。そうですよね、まあ、ねバトルロイヤルでこういろんな先輩の、ね、胸を借りて、ね、はい、正式デビューにこぎつけてほしいですよね。そうですね。さあ選手が続々と入ってまいります。練習生の宮脇は19歳、柔道出身で原田大輔に憧れてプロの門を叩きました。まあ、タイツの色がですね、まあ、期待してしまう色ですよね、うん、そうですよね、まあ、やっぱりねその意味合いというのは当然分かってるでしょうからね、はい、まあ、覚悟を持ってねこう今ね練習生として、ね、練習に励んでるでしょうね。このオレンジは小橋健太さんのカラーでもおなじみであります。さあその宮脇純太がまずは果敢に石森に襲いかかっていきます。それをあえて受け取る石森、おっと逆水平一発、先輩の洗礼、プロの洗礼を浴びせていくボディースラムで叩きつけます。宮脇に集中砲火、今度は弘樹だ、リップトスで叩きつけます。陽平がここでロープを切っていく、エルボー、いやもう変わる変わる攻撃してきますね。そうですね、まあ、やっぱりねこれは、まあ、いろんな、ね、若手選手が通ってきたバトルロイヤルの洗礼というやつですよね、うん、はい、おっと、うん、藤原のミドルキックです。いや、まあ、こういう打撃っていうのはかなり応えるでしょうね、うん、そうですね。斉藤アキト氏が、うん、おっとブレンバスターの体勢からデッドリードライブのように叩きつけた。ヨネが行く、ラリアット、おっとヨネも容赦しない、そのままカバー、うん、これは無理ですね。いやでもねこういうプロのリングというのはこうなんだよということをね教え込んだような感じでしたね、はい、そうですね、まあ、やっぱ練習ではね味わえないものでしょうからね、はい、貴重な経験になりますよね。10人参加のバトルロイヤル、まずは宮脇は退場です。さあここからが本番でしょう。おっと斉藤一之助をついて石森が丸め込んでいきました。まあ、やっぱりねこう響きの馬力のある斉藤を先に片付けてしまおうというのはね、選手たちからも感じられますよね。斉藤脱落です。まあこの人数が多いうちはあまり目立たない方がいいですよね。そうですね、ここね真ん中に入っていくとやはり危険なところありますよね、はい、あちこちから狙われてしまいますからね。それでもおっとこの新参入選手の2人、忠助と藤原が決起盛んであります。うわー、強烈ですね。すごいエルボー打ち合っている。藤原は打撃が強い。格闘技のバックボーンがあります藤原ライオン。おっとバイシクルキックをかわしてラリアット、ぶん殴るかのようなラリアットで藤原脱落に追いやりました。やっぱり寝かされてしまうとダメですよね、これで3人が姿を消しています。残るは7人、小川がラウンドハウスキック、広木が読んでいます。ロープに押し込んでいく、あ小川がやはり狙われる、うーん、まあ、これは仕方ないですかね。やっぱこういう、ね、一瞬の隙ですよね、はい、ベテランの小川が脱落です。さあちょっと小川がまだ傭兵に対して注文をつけています。
この直前まで試合をしていたモハメド・ヨネが捕まっています。まあ、やはりねヨネは一人体のサイズが違いますから、そうですね、これは人数がいるうちに狙いたいですよね。おっとヨネのフィーバーポーズに一瞬ひるんでしまった。おっとタダスケがうまくヨネのバランスを崩しました。ヨネ退場です。ちょっとこれはヨネは予想外というか隙を突かれましたね。タダスケのスノープレー、そしてまた第1試合と同じようなジュニアタッグを争う4人の前哨戦。第1試合が、ね、決着つかなかったので続きのような展開になりましたね、しかし局面としては3対2か。ヒロキがチョップを浴びせます。早田とヒロキうまく足をかけました。おっとラマヒストラルを狙いますが、逆にラマヒストラルを観光していったのは早田、いつ入った。おっと石森も同じ技を繰り出していく。抑え込んだ、3つ入りました。残るは3人です。忠助、陽平、石森。さあこの3人ですがどうでしょうかね。そうですよね、これさっき第1試合ではね忠助と陽平組んでましたけど、まあ、どういうスタンスを取るかですね、忠助が、はい、やはり忠助と陽平が共闘する構えを見せています。握手しました。石森が孤立している。ダブルの攻撃です。忠助強烈なラリアット。おっと忠助が裏切って傭兵を抑え込んでいった、これがありますよね、やはりバトルロイヤルですから。忠助この表情、傭兵を出し抜きました。となるとちょっと雲行きが変わってきました。これも信用するね、どんだけ一緒に飲んだか。君つまりこういうことだよ。おっと忠助が石森と手を組みそうです。なかなか腰にはならないですよね、一転して傭兵が孤立しました。さあぎこちないながらも2人が連携していきます。石森、おっとまた忠助が石森を抑え込む。あ忠助がうまくやってますね。いややっぱインサイドワーク使ってねこう勝とうとしてますよね。ただこれね2回裏切っちゃいましたからね。そうですね、決めきれませんでした忠助。それがどう出るか。石森がおっと広角度の裏勘だな、3つ取った。そしておっとその間に傭兵が上乗っかった。傭兵が勝利を勝ち取りました。よく見てましたね。いやそうですね、ちょっとね忠助にこう翻弄されたところが石森はあったかもしれませんね。はい、傭兵はねその点ちょっと冷静に戦ってましたね。そうですね、石森泰治が忠助に気を取られている間に傭兵が横から勝利を重なっていきました。いやこの傭兵という選手は本当侮れませんね。癖者ですね、これまたタッグ戦に、向けて石森はちょっと嫌な感情が残りそうですね。そうですね、博多のタッグ王座戦に向けて傭兵が弾みをつけた格好になりました。バトルロイヤルは傭兵が勝利しています。